レオン・ゴレツカは、ドイツ・ボーフム出身のサッカー選手。ドイツ代表。ブンデスリーガー FC ・バイエルン・ミュンヘン所属。ポジションはミッドフィールダー。VFL ・ボーフムのユースチームを経て、2012年にトップチームに昇格した。トレーニング中のゴーレツカ・アーセナル FC やバイエルンが、興味を示す中、2013年7月、シャルケ・レイオンへ移籍した。 10月19日、第9節のアイントラハとブラウンシュバイク戦で、ブンデスリーが一部での初ゴールを決めるなど、加入者年度は32試合に出場して5ゴールを記録、同年中に A 代表初出場を記録するなど好調なシーズンを送る。翌シーズンは怪我のためわずか11試合の出場となるが、自身はその次の2015から16シーズンは34試合、16から17。 シーズンはキャリアハイの41試合に出場するなどポジションを獲得した。2018年1月 FC バイエルミュンヘンに新シーズンから加入することが発表された。シーズン途中で宿敵に遺跡を発表、さらに遺跡金は発生してないことからシャルケサポーターは激怒。リーグ19節のハノーファー96戦では遺跡を避難する横断幕を掲げるほどで 遺降が残るものだった。2018から19シーズン、リーグ第2節の VFB シュトゥットガルト戦で移籍後初ゴールを決め、第18節のホッフェンハイム戦では、初のリーグ戦にゴールを決めるなど、リーグ戦では30試合8ゴール5アシストを決め、自身初のリーグ優勝を果たした。2019から20シーズン、2014年5月13日に行われた、 ポーランド代表との親善試合でドイツ代表初出場を果たした。2017年5月、ロシアで開催される FIFA Confederations Cup 2017の代表メンバーに選出された。初戦のオーストラリア戦で代表初得点を挙げた。2018年ロシアで開催されたワールドカップではグループリーグ第3戦の韓国戦に出場したが、 敗れ決勝トーナメントには進めなかった。ありがとうございます。